い、こんにちは、シノモーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎バリオス2のご紹介です。こちらはですね 250cc のですね4気筒エンジンとなります。そしてキャブレターモデルといってですね、今の現代のね、新しいモデルにはですね搭載されていないモデルになりますので、ね、非常に人気が高いモデルとなります。あとはですね、エンジン、メインフレーム、そして足回りなどね、非常にニューペイントになってますんで、コンディションも1台となってますんで、早速ですね、ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトの大きなレンズ割れ、こういったものももちろんございません。ウインカーのステオでレンズ割れなどもない状態です。フロントフォークの大きなにじみ、漏れ出てないですね。メンテナンス済みとなっております。フロントフェンダー、ブラックですね。大きな点灯傷割れ、もちろんございません。フロントホイール周りですね、こちらゴールドホイールにニューペイントです。シングルディスクですね。こちらもですね、キャリパー固着、こういったものもない状態となっております。ゴールドホイールのね、大きなガリ傷曲がり、もちろんございません。はい、エンジン周りです。キャブレターモデルですね。こちらですね、水冷の4気筒、250cc エンジンですね。こちらもですね、エンジン周りヘッドカーのオイルジミ、各種オイル漏れ等 もちろんございません。キャブレターカーのガソリン漏れなどね、ポイントカバーと、こういったね、カバー類のところ、大きな点灯傷、もちろんございません。フレーム周りのサビ、腐食、出てないですね。綺麗な状態です。はい、マフラーですね。マフラーは純正マフラー装備となっております。はい、リア周りです。こちらもちろんゴールドホイールですね。大きなガリ傷や曲がり、もちろんございません。キャリパー固着などもない状態です。テール周りはですね、純正をキープしている状態ですね。シートです。前後ろともに大きな切れや破れ、もちろんございません。タンクはですね、ブラックのソリッドカラーとなっております。大きな点灯傷やへこみ、もちろんございません。タンク内です。タンク内も大きなサビ腐食ない状態ですね。ではエンジン始動していきます。はい、マフラーもいきます。はい、ぜひですね、こちらキャブレターモデルですね、高回転領域でのね、サウンド、ぜひお楽しみいただければと思います。皆様のお問い合わせお待ちしてます。